古の昔、人里離れた幽谷の地に封印されし、一本の槍。闇を切り裂き蛇を払うその名は獣の槍。獣の槍の祝宴により出会う二つの魂があり、彼らの名は牛尾と虎。おはようございます。おはようございます。いかうしよう、この普賢院は500年の歴史を誇る由緒正しい寺でな、身分の皇帝を問わず多くの人の魂を鎮めてきた。それだけじゃないぞ、うちの寺に祀られてる槍は妖怪退治の名人のありがたい槍だ。そもそも妖怪変化は目には見えんが、ちゃんといるもんなんじゃぞ。普賢に…おかわり。人の話はちゃんと聞くか。やりやがったな。つか親父、今年いくつだ。47だ。それがどうした。めったかりの寺の住職が毎朝毎朝息子にお化けの説教取れてんじゃねえ。ありがたい槍があるっつうがな、見せたことねえだろうがよ一回も。ほら見ろ、ほら吹くんじゃねえこのボケアゲ。誰がハゲだってこのチビ。息子を足にするとはてめえ、親に向かっててめえとはなんだ。気にしてることはチビチビ。始まりましたな今日も。愚か者が、ガキが親父様の相手になるか。なんだ、出かけるのか。この早朝に叩き起こされたのはそのためか。ああ突然だが、ちょっと日本海の方を1週間ほどブラブラっとな。はあ、今月に入って3回目だぞ。いいよな、寺の住職は暇でよ。何を言う、旅も修行だ。日本海の珍味を全て食べ尽くしてくるわ。何が修行だ。寺の留守番は頼んだぞ。何しろ我が普賢院は500年の歴史を誇る由緒正しい。なあ、分かった分かったから、とっとと行けよ。蔵の古本の虫干し頼むぞ。学校に行く前だ。お前のことだ、すぐ忘れちまうからな。それから冷蔵庫の中華饅頭は絶対食うんじゃないぞ。さっさと行けよ。虫干しか。物だけは多いな。これが親父のホラの原因になるんだな。妖怪だの槍だの、ガキの頃からクド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 聞く。いっ何なんだよ。こんなの知らんぞ。なんか入ってんのか。混ぜんな、危険な、奴らがあいつにはどっ
やれやれ、500年ぶりの人間は随分やかましいな。でも、まあいいか。この槍を抜けるのは人間だけだからね。槍？ひょっとして、親父の言ってた槍って、これのことかよ。しかし驚いた。本当に化け物がいるなんて。どうした、化け物が珍しいのか。ならばついでに自由になった化け物を見せてやる。この槍を抜きな、小僧。500年の間、わしは忌々しい槍でここに貼り付けられてきた。どんなにもがいてもこの槍は抜けぬ。この獣の槍がよ。獣の槍？知らんのか。人の魂を食いながら蛇を裂き鬼を突くこのクソったれな槍を。まあいいから早くこれを抜け。それを俺が抜いたらお前はどうするんだ。知れたことよ。まずは己を喰らって、昔のようにこの辺の人間どもを地獄へ引きずり込んでくれるわ。いやお前何をする。何をするんだ。そんなこと言われて銃にするかボケなぜ。そう、食ってやる。うぬはわしが絶対に食ってやるからな。覚えておれ。そうかいそうかい。そいつは次に来たやつに言ってやれよ。あー、待て待て。あー、なんだ。わしもちょっと言い過ぎたよ。なんせ500年ぶりの好機だったんでね。そうだ、こうしよう。この槍を抜いてくれたら何でも言うことを聞いてやる。わしも人間に恐れられた化け物よ。約束は守る。それで自由になったらどうするんだよ。そりゃまずお前を食って。あ、おい、人の命が食い物にしか見えない妖怪を誰が野放しにするか。じゃあまあそういうことで。あ、おい、命動けるってことがどうした。わかったわかった、食わないって。お前は動けるままだ。でも他の人間の命はお前に関係ないだろう。どうだってんだろう。そうだ、乱レムしてやるぞ。気に入らないやつでも何でも殺してやるから。一生そこで張り付けになってろ。親父、なんだあの槍は。化け物つきじゃねえか。旅行か、あのボケ親父。肝心な時に中華まんじゅう食ってやる。パン、しかし驚いたな。あんなもんが500年も前からうちの蔵の中にいたなんて。青月くん、おはよう。お井上、おっす。どうしたの。珍しく難しい顔してたけど悩み事。あ、いや別に何でもない。だよね、こんな天気がいいんだもん。もうそれだけで幸せだよね。雨だろうと晴れだろうと関係ないじゃない、そいつには。中村、青月に悩みなんてあるわけないもんね。バカにするな。俺にだって悩み事ぐらいあるわ。あ、そうですか。ところで貸したノート持ってきた。そんなことだと思った。忘れ物癖が治らないことを悩んでほしいわ。ぐっせ。学校終わったら取りにあんたんち行くから、ね、わかったわかった。じゃあね、まゆこ。二人としばしお別れ。おはよう。おはよう。この料理って作ったことある？あるよ。実習のために教えてくれない？いいわよ、ありがとう。私だ、親父が帰るまであのままか。ま、500年も貼り付けにされてたのが少し伸びたくらいだからほっといていいか。また下手な絵描いてんのか。うん、前衛的ってやつ。頑張れ美術部員。うるせえ、さっさと教えてやれ。知ってるわよ、励ましてるのに何その言い草。嘘だね、心で笑ってるくせに。何が嘘じゃん。ああ、朝っぱらからどうやるわ。よっしゃー。何やってんだ、坂上。うるさい。よっしゃー。これすっげーな。運動神経抜群なんだからサッカー部入れよ。悪いな、俺は絵を描くのが好きなの。じゃあ行くぞー。てっ、おーって。ちょっと中村。Yeah!
私中村って後ろだけには厳しいよな。みんなには親切なんだ。時はいいんだよ。気にしねえ。やだ気持ち悪い雲。早く帰らなきゃ。失礼します。ったく、なんで貸してやったノートを私がわざわざ取りに来なきゃいけないのよ。なんて言って朝子嬉しそうだよ。ふざけないでよ。誰が、あれ嬉しくないの？意味わかんない。なんで私が喜ばなきゃならないの？私は嬉しいな。じゃあ青月くんもらっていいの？どうぞどうぞご勝手に。おお中村、井上もどうした？ノートよノート、取りに行くって言ったでしょ。私は付き添い。はあ、忘れてた。忘れてたじゃない。もっと申し訳なさそうにしなさいよ。だいたいいつもいつもあんたね。お前ら後ろ。何何よ、驚かさないでよ。え、これだから子供は困ったもんなのよ。驚いちゃった。こいつらには見えていない。どうしたのよ、虫でもいるの？二人とも本当に何も見えんのか。何もって何がよ。この何してんのよバカ。いいのに。そうそう、早くノート取ってこい。あれ、家こっち。おい化け物、てめえ俺の目になんかしたるわ。変な幻見るような術でもかけたんだろう。バカ、それはわしの妖気が呼んだ仲介や御用どもよ。この地下には500年間閉じ込められていたわしの妖気や鬱憤が溜まっていた。それをお前が解放した。な、何？妖気は流れ出てこの辺りの低級な小妖怪どもを引き寄せたのさ。わしに接したお前はそいつらを他の人間より早く見られるだろうがな。見てろよ、今に奴らは実体化して人を襲うぞ。無駄だ。他に人がいたのか。女だな。お前に助けられん御用どもは厄介だからな。お前のせいだな。お前がここを開けなけりゃよかったんだ。そうだ、俺のせいだ、俺のせいだ。あいつら分かってるな。わしならできるんだぜ。そのためにはこの槍が邪魔だがな。わかったみてえじゃねえか。やっつけてくれよ。よくもわしをコケにしてくれたな。人の身では終わらせぬぞ。や、約束はどうなる？あいつらは誰が人間との約束なんて守んだよ。
ねえぞ貴様。シャッター、こいつまだ槍を持ったままだったんだ。ということは、あの時と500年前わしを貼り付けにした侍と同じだ。槍が教えてくれた。この槍は妖怪を退治するためだけに2000年も昔中国で作られた獣の槍。人の魂を力に変えて妖怪を撃つ。故に使うものは獣と化し、槍と一体となり、そのものは化け物を倒すためだけの生き物になっていく。お前を刺した侍もそうだったんだろう。ああ、じゃあ暴いて。まさか許されると思ってんじゃないよな。だって魚虫はやっつけただろう。お前の500年分の妖気だ。まだ当分の間他の妖怪を呼ぶんだろ。お前には妖怪どもを倒す責任がある。いていて、きっとねえ。何言ってんの、騙したくせに。えい、ところでお前なんだって他人の命を守ったりするんだ。意味がわからん。お前には一生わかんねえよ。それより名前がないと不便だな。当分の間働いてもらわなきゃいけないわけだし。よし、お前のことをトラと呼ぼう。顔そっくりだしな。な、トラだ。やだぞわしはそんなの。人間め、こうなったら取り付いてやる。隙を見て絶対に食ってやるぞ。こんな奴を世の中に放つわけにはいかねえもんな。いつか絶対この槍で滅ぼしてやるぞ。古の昔、人里離れた幽谷の地に封印されし、一本の槍。闇を切り裂き蛇を払うその名は獣の槍。獣の槍の祝宴により出会う二つの魂があり、彼らの名は牛尾と虎。I'm gonna make it.
てめえなんでついてくるんだよ。隙ができんのを待ってんだよ、お前を食うために。勝手にしろ。ああ、テレビどうすんだよ。やっぱ地下に貼り付けとくんだった。あいつ何一人ごと言ってるんだ。さあ、バカ者、わしに当たるところだったわい。見たよね。トラ、びっくりした。目立つんじゃねえ。いいだろう、わしが注意してるときは他の奴らには見えないわ。そういう問題じゃなくてよ。おい、牛尾とかいうやつ、勘違いするなよ。わしはお前に取り付いてるんだぞ。今はその槍を抱えているから我慢してやるが、三尺でも身から離してみろ。たちまち飛びつき引き裂いて骨までしゃぶり尽くしてやる。いっ、またぶち上がったな。それがどうした。おい、なんだその長いの。あの親父に留守中持っててくれって頼まれたんだ。嘘つけ。それよりさ、今度試合やるんだ、また助っ人頼むよ。3年抜けてきついんだ。なんだ、俺部活忙しくてダメだよ。うしよ、くどいようだけど美術部はお前に合ってないって。運動神経の塊でお前がなんで芸術に興味持つんだよ。うるせえ、俺は絵が好きなの。でもよ、あんな下手くそな絵描いてるより。何が下手くそだって。ほら、この前の墜落した東京タワーとか。そりゃ気のある家だ。それに溶けかけた雪だるまも野崎先生の肖像だ。ひどいな。本当に下手だな、牛を。やっかましいわ。あー、やってんのよ。まったく、あんたには昔から進歩ってもんがないわね。ねえねえ、牛尾くん、昨日私と朝子2人して同じ怖い夢見たんだ。まゆこったら、夢の話はもういいって。夢だと思ってんだ、おめでたいやつに。なんか言った。いいえ、ちっとも。さあ、院長行こう。こんなのといると遅れるよ。いつも暇な図書院が、今日は虫歯か。ううん、休校舎に届いた古い資料運ぶの。社会の授業で使うんだって。中には珍しい石でできた鎧もあるみたいだよ。さあ行こう。変な写しか描けない美術部員はほっとこう。うん、それにあんまり変に描くと野崎先生怒るわよ。無能な部下に足引っ張られないようにな。誰が無能よ。あー、いってー。中村さんに井上さんか。校内美人トップ2となんでお前が親しげに。わが、あいつらとは小学校が同じだけだ。うん、で、お前もあいつらを憎からず思っておると。特にあの異性のいい方の。わしはただお前があの女を。いや、照れ隠しに槍でぶつことないだろう。うるせえ、余計なことぬかずかれ。牛尾、一人で何やってんだ。でもよくあの二人、牛尾の描いた絵わかるよな。私この旧校舎嫌。昔から出るって噂だしね。大丈夫だって、今は昼間だし、パパとやっちゃおう。こら、いじっぱり。何？なんで朝子は牛尾くんに素直になれないのかな。私は何も。え、なになに。朝子ってば青月のこと。痛い。違う違う、ほらさっさと運ぶよ。ちょっとやだ、気持ち悪い。何、石の刀もあるの。まるで生きてるみたいね。やだ、これただの石像でしょ。どうしたの。うん、気のせい。そう。さ、急いで持っていこう。よいしょ、これ頼むわ。もう他にないけ。あ、そっちの方まだ分類してないね。分かった、じゃあこれも。誰か他に手を置けない。あ、やるわ。じゃあみんなで一緒にやろう。うん。朝子のやつが授業に遅れる。であるから、関ヶ原の戦いにおいて徳川家康率いる東軍が勝利し、以降徳川幕府による天下統一への流れになったのである。ほほう。おい、うるさいぞ。こんな話聞いてて面白いか。ああ、すごくな。穴の中で退屈してたんだぞ。人間の話でも面白いわ。
500年の間に何があったかも知りたいしな。へぇ。うわっ！槍が頭の中に。どうした青月。何だ。急行者。槍が教えてる。おい青月。足が石に。ほう、石食いか。石食い。みんなが石に。石に。青月、こら！伏せて、ここを頼む。何？中学校の旧校舎で起きました。捜査本部は誘拐との見方を強めていますが、学校との協力で捜査を進めていきたいとのことです。おお、あの占領箱の前に立ちゃテレピンっての中に入れるんだな。早くお前の知ってることを喋んだよトラコ。この槍が泣いて教えたんだ。あれは化け物のせいだってな。なんでわしがお前ごときの役に立ってやらなきゃならんのよ。わしはお前に取り付いてるんだぜ。食うためによ。人間なんぞクソくらい勘違いするなよ。わしは化け物なんだぜ。そうか。じゃあ貴様が先にくたばれよ。うるわ。分かった、話す。話から抜いてくれ。くそ、やっぱりあの槍相手だと全然調子でねえ。早いとこ食わねえと手に負えなくなるな。早く話せよ、こら。ちくしょう。石食いのやつだろ。古本や古道具に住んでて人を自分の世界に引きずり込み、その結界の中で人を石に変えて食うのさ。つえーず、鎧武者の集団を一発で石に変えて食っちまったこともある。石に変えて。ああ、やつはだんだん石になる人間の恐怖心も好きだからな。胸くその悪くなるやつだな。実はわし朝から知ってたのよ。やつの結界が目の前にあるのに必死で探し回るおめえが間抜けでよ。急行車は終了、進行車へ移動する。了解。恐ろしいが、恐ろしいなら怖がれ。怖がりながら石になれ。そしたらサクサク食ってやる。サクサクとな。あさこ、私怖いわ。私もよ。でも負けないもん。負けるもんですか。頑張れ頑張れ。負けるな負けるな。頑張れ頑張れ。もう恥ずかしいからやめてよ。だってよ、お前らが負けるとうちのクラス4位だぜ。ほらだから頑張れ頑張れ。負けるな負けるな。いざやゆるゆる石。心地よいな心地よいな。お前も怖がれ。なんとか入っちゃいかん。お前本気でやつとやんのかよ。やめとけって。お前はわしが食うんだ。うるせえ。石食いの結界を破るやどうすんだよ。ちしゃあねえな。おめえの持ってんのは何なんだよ。よし、わかった。石食いか。
や石食いじゃねえ、石の侍だ。何？ちょっと、なんでわしがあいつの側につくんだよ。バカが油断しやがった。人間が石食いに勝てると思うてか。手放したから普通の人間に戻っちまってるよ。ん？おう、やつの結界が閉じるわ。忠告しといてやるけどな、ガキ。やつの結界に閉じ込められたらもうダメよ。炙り殺しだぞ。そんなこと言ってもよ。この口強いな。頼むわ。なんだ、助けろなんて命令すんじゃねえだろうな。やだね。だからわしはやめとけって言ったろうがよ。違うぜ、勘違いすんなよ。え、あいつらを外に出してくれよ。何？お前アホか。他の奴のこと気にしてる場合かよ。こんなとこで奴に食わせたくないんだよ。石になりたいか。とんだうつけがいたものよな。そいつらにはちょっとした恩があってよ。だから頼むよ、トラ。驚いた。あのガキがわしに頼むってよ。あの槍を持って偉そうにしてたあいつがわしに。気持ちいいな。でも一回だけだぞ。化け物が人の言いなりになるのか。うるさいわ。ほら、お前もとっととこっち。おい、ダメだ、行けよトラ。俺は石になっちまった。たわけもの、他のやつばかり気にしてよ。人間はてめえの命が一番大事なんだろうが。お前にはわからんよ。悪い、お前に食われてやれねえな。ああ、よし来いよ石食い。その代わり鼻にもたれちゃうぞ。ならば生きたまま食ろうてやろう。
よ。風のバケモンだったのかよ。変化ってんだ覚えとけ。それより今度はしくじんな。角のある大ムカデは左目、槍に唾つけてぶっ刺しな。変化は人の唾に弱いんだ。わしもとうとう人間の手助けかい。クソ忌々しい。ありがとうよ。なんだこれは。この映像は特殊撮影ではありません。全くの真実です。我々も驚きを隠せません。これがわしか。ここにわしがいるのに、この箱の中のもわしだなんて面白いな。おお。おビロビロ、これなってよ。わかったわかった。いにしえの昔、人里離れた幽谷の地に封印されし、一本の槍、闇を切り裂き邪を払うその名は獣の槍。獣の槍の祝宴により出会う二つの魂があり、彼らの名は牛尾と虎。昔々、雲に乗り雷をまとって暴れるもののけがあったことよ。退治する方法これなく、人々は痛い気な赤子までも食らうこの妖怪に恐怖した。しかしな、さしもの妖怪にも最後の時が来た。旅の男の持っておった一本の槍でな。いいか牛尾、これは事実だ。妖怪変化は目に見えんが、ちゃんといるのだぞ。くっそ親父、帰ってくるなりこれだもんな。それは長い死闘だったという。
その男と妖怪の戦いは4日と4晩続いた。そして5日目、男はついに手にした覇者の槍、獣の槍で妖怪を自然石に縫い止めた。だがさすがの男も化け物をそこに貼り付けるだけが精一杯だった。人々はその石の上に寺を建てた、妖怪を見張るために。男はそのまま僧になり住職となった。それが青月家の血筋と言われている。そして青月家の口伝がある。土に通じる扉は開くまじ。おかわり、いい牛をよく聞いとけよ。つまり地下の扉は絶対開けちゃならんつうことだ。そう断じて青月家の血にかけてその扉ぶっ壊して空を外に出したのは俺なんだけどな。じゃ待て。あ、なんすか。まさかな、それが獣の槍だなんてあるわけが。そうだよ親父、バカだな。お前もな。牛よ、寝てたら承知しないよ。実際な、起きてるだろうが。いつも遅刻してるからよ。あら、牛尾くんのお父さん、どうしたの。ちょっぴりショックなことがあったのさ。俺、絵ってすっげー自由でいいもんだと思ってるんだ。それでもって羽生ガークの描いた絵はいいんだ。霊子像シリーズなんてマジ感動しまうもんね。あんた好きなことになるとよく喋るね。へえ、そんなにすごい人なんだ。うん、でも賞もたくさんもらって人気も出たのに、ガークはだんだん変なもん描くようになっていって、この絵を最後に死んだんだ。俺この絵好きだな。ちょっと暗いけどムードがさ。でもなんでこの絵だけ写真なのよ。なんでも遺言でこの絵だけは自分の娘に譲りたかったらしいよ。だから本物はこの玲子さん自身が持ってるんだろ。どうした、トイレか。バカ、知ってる子にちょっと似てるなって思っただけよ。何、じゃあ頼めば俺の絵のモデルになってくれるかな。バーカ。ゾウ、この絵を描いたやつは人間どもを呪って死んでいったな。そうして死んでいったものは普通鬼に。おめえもわしの餌なんだ。おさて何が悪い。誰が餌だこの野郎は。うわっ、いって。え、なになに。やっぱ3年のマザキさんだよ。あ、マツ2年の青月か。おめえ目立つぜ。わかるか。うわっ、黙りきるんだよ。ひでえな、初めから狙われてたな。こりゃいい、笑いが止まらんわ。私を殴りなよ。なんなら殺してくれても構わない。レイコ、まだそんなこと言ってんのか。やっべえ、羽生だ。自殺未遂4回、死にたがりの羽生だ。羽生、待って、ひょっとして羽生玲子さん。別にあなたを助けたわけじゃないわ。羽生ガークの一人娘がうちの学校にいたなんて。よし、だからさ、頼むよ羽生さん。こんな俺が君をモデルにするなんて付き上がってるのは分かってる。でも今朝会った時に思ったんだ、笑ってる君を描いてみたいって。確かに私は羽生の一人娘で、父は画家だったわ。でも父は死んだ。死者は少女を呼ぶわ。死んだ父は私を呼んでいる。私に近づくと呼ばれるわよ、死に。てくそ、
もう何もしないでお父さん。もうすぐ私もそっちに行くから。レイコのこと？どうして私に？井上に聞いたんだ。一年の時同じクラスだったんだろ？俺の絵のモデルになってほしくてさ。それだけ？あ？本当にそれだけ？それだけってな、俺の大好きな羽生画伯のモデルだぜ。どうしても描いてみてんだよ。分からねえかこの気持ちがよ。分かった分かった、あんた絵のことになると夢中ね。当たり前だ。それにな、ちょっと気がかりなことがある。羽生さんの周りで変わったこととかなかったか教えてくれ。レイコが転校してきたのは1年の終わりだったわ。あんな綺麗なレイコだもん。男子は騒いだけど、レイコはいつも誰からも離れて一人ぼっちだった。私はこんな性格だから、気楽に声をかけたり強引に誘ったりして、彼女も笑顔を見せるようになったわ。でも付き合ってくれって近づいてきた男子たちが次々と事故に遭って、それからすぐに彼女は自殺しようとしたわ。早く見つかって助かったけど、しばらくぶりに玲子が登校した日、彼女は言ったの。事故は自分のせいだって。私のそばに来ちゃいけないのよ。私のそばには鬼がいる。するの？それでもモデルになってもらうつもりなの？バカ、そんなことぐらいで俺の創作意欲は消せねえんだよ。青月、羽生に近づくのはやめな。ビー、やだね。いいぞ、でかいのボコボコにしろ。ひょっとしたら先輩、羽生玲子が一人ぼっちの原因知ってるんじゃないですか？なら教えてくれよ。だってよ、かわいそうじゃねえか。俺と玲子は幼なじみでよ。小学校2年の時、あいつのおふくろが親父さんの教え子と駆け落ちしちまって、二人の裏切りに親父さんショックがずっと抜けなかったらしい。あいつが笑わなくなったのはその頃からだ。そしてその後俺は見たんだ。数日経って親父さんは死んだ。それからだ、玲子の周りが変になるのは。感じる、玲子に近づく男がいる。許さんぞ。玲子はいつまでも私だけのものだ。練習って、今時体育祭でフォークダンスってありえねえ。なんで羽生さんやんないの？いつもこういう時彼女は見学よ。羽生さん、俺ダンス分かんないところあんだ、教えてよ。私に近づかないで、同情なんかいらないよ。バカ、そんなんじゃねえよ。さ、嫌だってば。さ、守ってやるぞ。私はお父さんのそばにいるわ。
ために羽生さんはこのボケ親父が守ってやるぞ。レイコまったく槍も持たんでパーかよ。トラ、おいお前、たかが人気のくせしてわしの餌に触るんじゃねえ。なんだ貴様、お前もレイコ。バカ野郎、その小僧を食うのはわしだって言ってんだよ。レイコ、あれはごめん。レイコ、もう終わりにするから。レイコ、アオツキ大丈夫か。終わりにするってまさか。おい、レイコ、レイコ、ここだ。レイコが来るとしたらここ以外にね。アオツキ、お前強えんだな。俺はビビっちまって情けねえ。あいつのそばにいてやらなきゃならなかったのは俺なのに。遅くないさ、これからもずっと。羽生さん、レイコ、やっぱりこうするしかないものね。レイコ、やめろ、やめるんだ。ごめんね。レイコ、ここだよ、お父さんはここだ。手を離して。お父さんは私が生きて満足するもの。バカ野郎。ケンちゃん、立って。嫌だ、俺はもう離さん。お前が一番辛い時に手を離したのは俺だ。もう絶対離さねえぞ。ケンちゃん、羽生レイコ、あんたは今まで死にたがってた、一人ぼっちだからって。でも今はもう一人だなんて言わせねえぞ。お前に言ってほしくない奴がここに二人もいるんだ。あさこだって、事故に遭った奴らだって、きっとそうだ。さあ登るのか行っちまうのか、どっちなんだよ。おいでレイコ。人の魂なんだぜ。だから鬼が絵に戻ったところを掴んとダメなのによ。ゆっくり永遠に葬ってやる。まあ、勝手にやってくれや。ガンダああ、ありゃダメだね。おい牛よ、いじめっぽく泣いてみろよ。泣いて助けてくれって。いや、助けてやってもいいぜ。さあ泣けよ、泣いて頼んでみやがれ。まあしゃあねえか。
て他の化け物に食われたがんだよ。こっち来い、今すぐここで食ってやる。そいつらを離せよ。いやが、ってまったく、なんでわしが。またお前か。おい、知ってるか、人間には潮時って言葉があるんだってよ。今がそいつよ。潮、目をつけ。槍が突き抜けて後ろの絵に。当たり前だろ、獣の槍は化け物を殺すための槍なんだぜ。レイコ、幸せにおなり。お父さん。さっきの格好とか。あ、また今度話するわ。待ちやがれトラ、ここで退治してやる。あの金目石に触れちゃいかんのだ。お引き取りください、ここは危険なんです。あの石の下にはな。いい加減にしてください。嫌がらせですかね、毎日毎日。下がってもらうしかないな。よし、上げろ。しかし、なんでこの石、金目石なんて呼ばれてんですかね。抜けるぞ。昔からある目印みたいなもんだからだろう。変な形してるしな。よーし、ストップ。でも、この箱は何なんでしょうね。Come on.
そう考えろ。とかなんとか言って川谷にまでやりもって入ってんじゃねえや。ご覧のスポンサーの提供で。髪の毛持ってきるのかあいつ。ん、探さないでください。ショック受けてたからな。ここは惨劇の舞台となった白津町の国道沿いの現場です。現場は犠牲者の遺体が散乱しており、遺体にある歯型から警察は野犬に襲われた可能性もあるとしています。くそくそ、どうしても奴を食えねえ。くぅ、なんだかんだで人間一人も食っとらんからな。ほら、これはどうだ。なんだなれなれしい。お前、昨日の晩やっただろ。え、道路工事の人たち殺して食っただろ。待てよ、知らんぞ。あんなひでえことやるのはお前だけだろうが。やってねえって。やっぱりお前はやっつけておけばよかったぜ。けん、人間食ったって全然悪い気はせんけどよ、やってもないことを決めつけられるのは我慢ならねえ。わしはやってねえんだよ。槍が雷を弾き返してる。やっぱりダメか。早い、このわしよりも。けやめたやめた。わしもっと簡単に人間の食えるとこへ行ってやる。だから、お前はいつか必ずわしが食ってやるからな。待て。くそ、あの槍に不覚を取ったのも500年も人を食ってねえからだ。腹が空いてちゃ力は出ねえ。どっかで山ほど食わねえと。うん、あそこなら。え、大丈夫なのお父さん。ごめんね、マユコ、約束してた可愛いイヤリング一緒に買いに行けなくなってさ。ううん、私はいいの。あんまりお化粧とかアクセサリーとか知らないし。あんたも年寄り臭いわね。あ、とにかくこのお目合わせは必ずするからさ。とはいうものの、天気はいいし、せっかくだから久しぶりに一人で出かけてみようかな。冗談じゃねえ、あんなヤバいやつお話できるかよ。神様だ、神様が起きてしまったんだ。はいはい、あっち行ってくださいね。じいさんの代から伝わっとるんだ。そのあたりに穴の開いた首感があるだろう。神様がそれに入ってたんだ。ほら、この本にも書いてる。いいですか、向こう行ってください。すいません。乱暴なおまわりさんだな。ん、え、じいちゃん、これ誰だよ。知ってるやつに似てるんだ。日崎帝様、明治の偉大な霊能力者だった方だよ。へえ、井上にそっくりだ。そして帝様が要石によって封じた妖怪が我民様なのじゃ。もう一呼吸は引き裂き、我らの恨み必ず晴らしてくれる。どこだ、どこにいる、日崎帝。なんじゃこりゃ。なんだこのでっかいキラキラは。なんだこのゾロゾロと鬱陶しいやつらは。なんなんじゃこの人間の王様。いや、こいつはつまり食い放題ってことか。こりゃいい、チコ玉たらふく食ってあいつをぶち殺してやるぜ。あいこら、今わしにぶつかったやつ。おい、今わしにぶつかったやつだ。待てこれ、メロの釜がどこにいたか聞いてんだよ。下手に出てるやつ、来上がりやがって。お前ら懲りたか、仲間にもよく言っとけよ。その方は大層綺麗だったそうだ。日記によると、この白津坂はここら辺一番の不思議で、ある者は夜にものすさまじく響く交渉を聞いたといい、ある者は木々の隙間を縫って飛ぶ恐ろしい姿を見たという。困り果てた住民は霊媒や祈祷師に頼ったが、彼らの死骸が虚しく増えただけだった。警察もサジを投げ、
皆も泣き寝入りかと思われた時、やってみましょう。帝様があまりにか細く美しかったので、まだ子供だったじいさんは怖さも忘れて追いかけていったんだ。動かしてはなりません。次は私も勝てるかどうか必ず皆さんにお伝えください。イザキ、違う、イザキじゃない。もし妖怪どもがその日崎帝にそっくりな女を見つけたら、食い殺されるな。絶対に。うまそうなガキだ。久しぶりの食いもんだ。どうしたの？何もないじゃない。なんじゃこりゃ。なんでこいつは通り抜けられねえんだ。ちならその辺のやつでも食ってやるわ。ガーカッス。なんでこの匂いは。おしろいかよ。ちゃなら男だ。お母さんの分も買ってあげようと。すいません、追加でお願いします。はい、何にいたしましょう。なんで出ないんだよ。そんなに似てるのか、その子は。ええ、中村、井上と一緒か。え、今日は一緒じゃないけど、鏡町に出てると思うけど。何を失礼なやつ。見つかるなよ、井上。ったく、今の奴らどうなったんだ。体中から変な匂いプンプンさせやがって。あれじゃ食えねえよ。おまけに妖怪の苦手な金属で防御しやがって。もうダメだ。やっぱ好き嫌いせずにここは無理してでも食わんと。柔らかそうな体、綺麗な匂い、食べやすそうな足、しかも金気のものは一切なしときたもんだ。おい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 、いるところにはいるんだな。こいつだよ、こいつ。こいつしかいない。500年ぶりのわしの飯はいただき。なんだ。何かいる。わしの他の化け物が来る。見つけた、見つけた。日崎帝。見つけたぞ。なんだこいつら。獣の槍ということは。井上、逃げろ。大月くん、どうしたの。逃がすんだ、日崎。じゃあよ、来い。またか。早く逃げろ。でも全部後で説明するから。うん、己小僧、我らの復讐を妨げるとは。まずは己から来たまり。明治時代から来た生首野郎がほざくんじゃねえ。人間のガキが我らに逆らうなの。やぐれやや。いこ勝ったいやつだな。こんなやつ食わんでいわい。イザキはどこじゃ。イザキ。
槍持ってるからっていつも勝てるわけじゃねえ。しかしよ、あいつら後から来て人の獲物に手を出すとはいい根性じゃねえか。くっそ、姿を隠すなんてやめだやめ。なんなの、怖い、怖いわ。おい、ちょっと、なんだありゃ。私は腹渡がいいな。これ一番は手でじゃんに決まってるゆえ。はい、はじこの女はマシンだぞ。まったく、こんなうまそうな女、後から来た奴に横取りされてたまるか。バカ者、その女をよこせ。その女は我らが食うんだ。さもないとお前も食らってやるぞ。その女をよこせ。誰が誰を食らうんだと。一撃で。兄者、何者じゃ。逃がすか。だからあれはわしの食いもんだって言ってるだろう。こいつは任せよ。お前らは引き出しよ。おい兄ちゃん大丈夫か。あ、なんとか。逃げなくちゃ。でもどこに。人のいっぱいいるところ。ダメよ、中にまた私が戻ったら。何を笑うか。大昔にお前らを閉じ込めた女に復讐だって。バカだな。人間がそんなに長生きするわけねえや。そいつは死んでるぜ。うるさい。身動きもできぬくせに。かわいいな。本当にそう思ってんのかよ。思い出した。お前らずっと前に大陸の方から来たやつらだろう。確か一晩とかいう一族。なんでしょれを。やっと会えたな、伊崎帝。重い石の下に封じられた長い年月。貴様への恨み、忘れたことはなかったぞ。伊崎帝、人違いだわ。別の人よ。待って、私は井上真由子っていう。もちろんただでは殺せるぞ。ぬぶり殺してやる。気持ちいいな。早く会おうよ。いいや、おじいさまが来るまで待って。じいさんか、ここにいるぜ。なに。わしの餌、横取りするからよ。ん、このバカ野郎どもが、わしの食い物を小汚くしやがって。うるさいわい。下船の妖怪がわしらにかなうか。バカだな。わしの機嫌を損ねた上にちょっとでも勝てるなんて思ってるところ。本当に馬鹿どもが。まさか、まさかこいつ勝てるわけない。ならばせめて恨みを晴らして。しまった。この槍は。
しよう。なんだ、あの女はあいつのかよ。チッ、槍もしっかり持ってきてやがる。わしを追ってきたんだな。こんな腹ペコでやり合っても勝てんな。体力ついたら殺してやる。ここはひとまず。おい、トラ！チッ、クソ、やるか。なんだよ。その疑って悪かったよ。え？人間食ったのお前じゃなかったよ。なんだ、だから言ったろ、わしじゃないって。だからお前はバカなんだよ。確たる証拠もなしに決めつけやがって。ドアホートンマパンツクアンポンタンクソ、言わせておけば。何を。ちょっとやめなさい。話は聞いたわ。トラ、トラさんって言うのね。え、はい、ハンバーガーって言うのよ。美味しいよ。蔵の中で500年も何も食べてなかったんだってね。それじゃあお腹空いて誇りっぽくもなるわよね。なんだこれ、妖怪がこんなもん食うわけないだろ。お前だ、お前が食いてんだよ。いろいろあってヘロヘロになっちゃったけど、人間よりきっと美味しいよ。俺たちをどうするんだって？無法の地でも秩序は必要だ。お前らは人を殺しすぎた。ここのボスはそれが気に入らない。悪党はいていいが化け物はダメだってよ。殺してやるよ。お前もな。正体を現せ化け物ども。うるせえ、この姿のままでもお前なんぞ。おい、やめろ、そいつはヒョウだ。不純しな評価よ。ヒョウさん、見逃してくれ。金か、金で雇われたんだろ。やるよ、いくらでも。お前、子供を食ったろ。え、子供を食ったんだな。子供くらい。お前は子供を食った。それが許せるか。こいつらでもなかった。あれから15年だぞ。どこだ、どこにいる。今日は不思議な VTR をお送りしましょう。日本からの映像です。これは妖怪でしょうか。よくできた CG ではないかとの意見もありますが。こいつ、こいつだ。日本か。Now!
こら貴様！ちぃ、やっぱり槍が告げ口しやがったか。お前まだ俺を食おうとしてんのかよ。バーカ、どんな手を使ってもお前を食うのがわしの楽しみよ。わしにはお前に対する憎しみしかねえよ。てめえ、そうだ。いや、何度かやって分かったんだ。槍と同化しなけりゃおめえもただの人間だ。死ね。槍が一人でに、くそ、くそ。てや、ほら、また今度殺してやる。そら、何ですかこれは。刃渡り14センチ以上の刀剣の種は規則でき、私は香港の古美術商、心配ありません。あ、そうですか。良いお仕事を。西へ行き、子供に助力を仰げ。槍の力を使った後の傷ってバカみたいに治りが早いんだけど、今回は少しかかるな。トラのやつもう怒ったぜ。妖怪は妖怪、ぶっ倒すしかない。もう情けなんてかけるもんか。変身前の隙が弱点とわしに知られて、後ろのやつ今頃慌ててるだろうな。見てろよバカ野郎、人のズボンにアイスべっとりつけやがって。すみませんで済むか。ババア、やめてくれ。子供には。うるせえ、クリーニング代出せよ。100万。子供の悲鳴を聞かせるとは運の悪い奴らだ。ダメだ、死ね。わけは知らないけど、それくらいにしといてやれよ。死んじゃうよ。この容器の影は奴か。お前、その化け物のことを教えろ。待てよ、何が何だか分かんねえぞ。とぼけるな。背後に見えるその化け物、お前が飼ってるんだろうが。さあ話せ。たとえ知ってたとしても、こんなことされて喋るかよ。そうか、なら苦しんでから喋れ。右目をかき回されてからだ。これは獣の槍。あんた知ったのか。不法術の師匠から聞いたことがある。大昔に作られた妖怪を倒すための槍、500年前に失われたと聞いていたが。うちの蔵にあったんだ。扱えるのか。ああ、槍が教えてくれるから自然にね。少年の助力を仰げとはこのことか。すまん。おい、私の思い違いだった。獣の槍の持ち主が妖怪を飼っているわけがない。無礼を許してほしい。だから教えてくれ。待ってくれ、何が何だか分かんねえよ。とりあえず立てよ。な、許しがなければ立つわけにはいかない。ああ、もう分かった分かった。うん、私はヒョウというアザナだ。本名は捨てた。化け物を殺して家庭を得る不樹には必要ないからな。化け物を殺す。頼む、教えてくれ、この化け物について。それでこいつがどうしたんだ。私の人生を変えた。行ってくれよ。行ってらっしゃい。ねえねえお父ちゃん、今日も遅くなる？この前買ってもらった靴、お父ちゃんとお外に出るまで取ってあるんだよ。そうか、じゃあ早く帰ってくるぞ。はい。あ、そうだ、最近変な獣が出るそうだから、戸締まりはしっかりな。はい。以前の私は幸せだった。妻ハイフォン、5つになる娘レイシャを心の底から愛していた。だが
はい、ホン。妙だな。だが妻は答えなかった。そして闇の中から突然そいつは現れた。それまでの全てを捨て、厳しい修行に身を投じた。あいつをこの手でぶち殺すために。この人は俺には考えられないすごい人生を送ってきたんだ。そしてついにここにたどり着いた。でも槍を抜いて解放するまでトラは500年うちの蔵にいた。この人の家族を殺すなんてできるわけがない。この人に言わなきゃ。写真の化け物はあなたの家族を殺した奴とは違いますって。あの、何か知っているのか。そのどんな手を使ってもお前を食うのがわしの楽しみよ。ひょっとしたらうまくトラと折り合っていけるんじゃないかって思ってたのに。わしにはおめえに対する憎しみしかねえよ。あっけなく裏切りやがって。あいつがこの人にやっつけられたら俺の手間が省けな。その化け物知ってるぜ。俺も手を焼いてるんだ。やっつけてくれよ。あいつが悪いんだぜ。出てこいよ。話は聞いていたんだろう。こっちも手間が省ける。人間のくせになかなか腕が立ちそうだな。おめえ笑ってんのか。死ぬほど会いたいと思っていたやつにやっと会えたんだからな。お前はあの時見た影にそっくりだ。ごちゃごちゃ何抜かしてやがる。わしはただわしに喧嘩を売ってくるやつをぶっ殺すのよ。そっ、俺も手を焼いてるんだ。やっつけてくれよ。たかが人間のくせにここまでやるとはまずったな。何その傷、また喧嘩？もしかしてまた化け物と戦って。そんなことねえど。どうせ今日帰ってくる情けない通知表のことでも考えてたんでしょ。何を。何を。うるせえ。無駄だ。女の神とワイヤーを寄り合わせた縄だ。私を人間と侮ったのがお前の間違いよ。愚かな。お待ちかねの通知表を返すぞ。じゃあ男子からな。青月牛よ。青月。はい。やつめ結構粘りやがる。でももうすぐだ。もうすぐ仇は撃つぞ。レイシュ、iPhone。 ちくしょう、油断したわ。わしとしたことが戦いに夢中になって結界を張られるなんてよ。
くらえ稲妻を金玉くそ最初の仇死ねなんだよさっきからついてきやがって別にふっ勝手にしろを抜いて解放するまで500年間うちの蔵にいたんだだからあんたの奥さんや娘さんを殺したのは別の化け物なんだごめんもっと早く言うべきだったでもあんたにこいつがやっつけられりゃいいと思ってふざけるな日本まで来てここまで追い詰めたんだぞそれが違うだといやこいつに違いないこいつだいや違うって氷山ほら、俺がトナにやられた傷、氷山と違うだろう。ヨーゴンとサンボな、だからこいつは違うんだよ。誰が助けてくれなんて言ったんだよ。うるせえ、俺だって助けたかねえや。でもこの人は、お前がやってないことでお前を殺そうとしてたんだ。そのことは俺が一番知ってるんだよ。だからといって、その妖怪をかばう価値があるのか。知らねえよ、そんなもん。俺はただ間違ったことが大嫌いなんだ氷山俺をぶっ飛ばしていいだから考え直してくれうるさい信じられるかまた違うだと15年探してきてまた違うだとうわあレイジャーハイホン私の怒りはどうなる追って追って追ってきて敵どころかこの妖怪をも殺せずそれで引き下がれるかでもこいつはあんたの仇じゃないんだようるさいそいつでも歌の限り私の怒りは収まらぬ氷山やめてくれ近い駆逐15来勝法動けるか下がってろおめえなんだよなんでわしを助けようとするんだよおい助けてもらったからなんて言ったお前には結構助けてもらったからな何すんだよいらんことすんなよおい地獄へ行け氷山何もやってねえやつを殺すのは敵討ちじゃないただの殺しだそんなことで死んだ子が喜ぶのかよ違うんだなお前を撃つことはただの殺しか分かっていたんだよ私にはうん、気がついたか いって王宮だからなしかし無茶な子供だ私の武器の前に立ちふさがるなんてふん参ったな違うよん俺は筋が通らないことが嫌だっただけさ
それにさ、責任上こいつは俺がやっつけたいんだよ。なんだと。お前のような生き方は早死にして地獄行きだ。それじゃ地獄でハッピーになってやるさ。ということで、こいつの処遇は青月潮に任せよう。悪いことはするなよ。帰るのかい、中国へ。しばらく日本を探してみようと思う。ここには様々な化け物が中国からも来ているしな。そいつのようにトラが。獣の槍は化け物を引きつける。としたら私の仇ももしかしたらこの地に。私もすでにその槍に引かれた化け物なのかもな。待ってくれ、獣の槍のことをもっと教えてくれ。それはおいおいお前自身で知ることになるだろう。また会おう。お前にって牛尾ちゃんが持ってきてくれたのよ。もう少しで嫌なやつになるところだったってよ。お前何かしてやったのか。そっか。あのハンバーガーってのはうまいよな。おめえなんかよりきっとずっとうまいぞ。だからしばらくは食わないでいてやれ。